どうも、孤独です。ですね、今日ちょっと中途半端な一日でした。本当に何もできなかった。まあ、午前中は動画の編集やったんですけどね、本当は撮影に行きたかったんですよ。と言いますのも、僕はヤフオクでですね、レンズ1本買ったんですね。この C マウントのこのちっちゃいもうおもちゃみたいなレンズ買いまして、これ来るの待ってたの、宅急便屋さん来るの。こねんだなこれがまだと結局今夕方になりましたよ。でこれを買った理由っていうのが、このオリンパスの EPL1 っていうのを持ってるんですけど、これがね、オールドレンズの運用のために買ったんですけども、どうもね、あまりいい写りにならなかった。なんないっていうかね、期待外れだったの。これも中途半端なんだよ、動画機としては画質あんまり良くないし、静止画やるにもね、ちょっとこうピント外したりするとやるんだな。まあ、マニュアルフォーカス、それで、ね、ほぼお蔵入りしてたんですけど、もったいないなと思ってた時に、まあ、Cマウントでちょっと遊ぶかなと思ったんですよ。まあ、安いしね、これ5000円ぐらいで買いましたよ、このアダプターと込みでね。でこれはまあ、こうやってねじ込み式のアダプターに、マイクロフォーサーズ用のアダプターね、それにどこだ、どこでしょう、こうか、あれ、これギャグだよ、ギャグギャグにつけてる、こうだね、でこれをこうやるやつね、であとは取れるんですよ。で今日はね、これでちょっとね試し撮りをしてみましょう。あんまり期待はしてませんよ、オールドレンズであんまり良くなかった。ただこれなんかこれかっこいいでしょ、シャンパンゴールドの色にシルバーの、これもアルミボディなんだよね、金属製の、かっこいいなと思ってついつい買いました。それでピント合わせて絞りね、 F1.4 から F8 までありますね、っていうのをちょっと撮ってみたいと思います。でこれがね、面白ければ、車、これからね、車とか運転できるようになったら、車にもスウィッパーとかね、例えばこのちっちゃいボディなんで、でこれからそれで楽しみたいと思います。では撮ってまいりましょう。予想はしてたけど、中心部だけくっきり、周辺部はぐるぐるボケだね。そして絞っていくと四隅が蹴られます。これはこれでいい味になります。あとはどのような場面で持ち出すかは僕のセンスにかかってきますね。僕の予想では夜のバーなんかでここぞという時の味を出す場面でいいかもしれないです。そしてノスタルジックな建物内での映像で何カットか使うっていう手はありそうですね。
意外とバイクや車の乗り物系に使えるかも。クラシックな乗り物では俄然いい味を出すそうです。